そうですね、男子はまずネイサン・チェン選手と羽生選手、まあ、どっちが優勝するのかっていうところがまずは、まあ、男子の一番の見どころなのかなって。昨年末の、ね、全日本選手権の時にユズル の、 その体の状態というか動きのキレだったりとか、昨シーズンと比べてもはるかにいい状態で全日本入ってきてるなっていうのをすごく感じて見ていて、試合終了後のコメントの端々にも、まあ、世界選手権っていう部分とその来年 の、 そのオリンピックっていうものを見据えた上で の、 その改革というか、まあ、新しいことに挑戦していった結果が今の状態ですっていうようなコメントも見られたので、普段だったらトロントで練習している中でそれが今回できない状態で、いかに自分がどう試合に向けて上げていくか、しかも まして初戦だったわけなので、なおさら試合感だったりとか、まあ多分相当緊張する部分っていうのはいろいろあったとは思うんですけど、自信持ってやれるだけの練習を詰めてきてるっていうのがすごくこう今回現れた全日本だったと思ったので、それをこう踏まえて今回世界選手権というものに照準を合わせて構成だったりとかいろんな部分を含めて多分調整して試合に挑んでくると思うので、その表彰台のトップに立つっていうところは期待できるのかなっていうのはすごく感じてるんですけど。